これもちょっとマニアックなヒップホップのステップです。知ってる人は知ってると思いますが、ゲスと呼ばれているステップ。ソウルのゲスとはもう全然形が違うので、まず腕の形をやりましょう。指先を合わせます。で、なるべく平らに、こういう感じ斜めに。で、これで胸の真ん中から外にこう引っ張ります。グイって引っ張って、で斜めに なんつったらいいかな、交差してこういう形で、この時にこの下の手をね、膝と合わせます。1212、うん、そう、両手引いてこっちやんだよね、しっかり引いてで、この下に膝に行った時の腕がどうしてもね、下がりがちなんですよ。ここね、なるべくこうしっかり横、ここの下にね、ワン、ツー、スリー、フォー、ファン、シー、セッ膝痛いで。で、これで終わりでもいいんだけど、まあ一般的にはちょっとジャンプしてやります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
本当はこのぐらいね、このぐらい深く入った方がかっこいい。で、ちょっとみーちゃんごめんね、きついこと言っちゃうようだけど、1回飛んで、1回飛んで、3回目でトーン、トーン、トーンって下がってくる。1回飛んで、1回飛んで、3回でトーン、トーン、トーン、1回飛んで、1回飛んで、トーン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 。っていう流れでやってみようと思います。じゃあちょっと今の後ろ向きで、セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シッ、セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シッ、セーブ、もう一回から、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シッ、セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シッ、足で眩しい。じゃあ実際の音でサクッとやって終わりにします。3回目でリゾートファンシフ、キッズダンスは子供たちの振り付けでたまに出てくるのはよく見たことあります。じゃあよろしければ高評価ボタンだけよろしくお願いします。ヒップホップのゲストでございました。ご視聴ありがとうございます。